はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、地雷雲の餌食というね、あの永続モンスター、永続トラップモンスターが追加されましたので、また史上最強デッキを組んできました。モンスターなど不要、わら33枚、永続ドラップカード24枚デッキです。キメイ永続トラップカードと、キメイ神わらとドローソースのみで構築された最強デッキと、なっておりましてですね、これ地雷雲の餌食っていうモンスターがこれ意外と強くてですね、このカード発動後、通常モンスターとなって、正面の自分のモンスターゾーンに特殊召喚ができるよっていう効果があるんですね。まあ、正面だけにしか特殊召喚できないっていうのが一応デメリットで、だから前にモンスターがいると出てこないって感じです。でその後このカードと同じ縦列の相手モンスターを破壊できるということで、あのエクストラモンスターゾーンの前とかにセットしておくとめちゃくちゃ強いですね。まあ、大体相手出してくれるんで何かを。で、もちろんこのカード除外してうんぬんかんぬんはあんま関係ないです。でこれ打点が2100あるんですよ。だから、まあ、マジでアタッカーとしてめっちゃ優秀で、罠モンスターデッキに関してはマジでエースになり得る性能をしてるんですね。はい。で、まあ、昔ね、作ったことあるんですよ、永続罠モンスターデッキ。その時の、まあ、構築にこいつ刺してあるようなイメージです、基本的には。はい。永続罠モンスターって意外と強いの多くてさ、まあ、まずアポピスですね。で電信アポピス、こいつが永続トラップカード他にあるとなんか効果無効にできるっていう効果あったりとか、あとクモンヨウがなんか罠モンスター出てくると相手のカード破壊できるっていう効果大変ないで使えるし、あと永続トラップって結構強いカード多いじゃないですか。まあ今だと結構強いのはやっぱセンサー万別ですよね。あのピュアリーとか残機とか、まあその辺の、まあ、ドラゴン系の、ドラゴンリンクとかにも刺さりますしね。まあこのカードめっちゃ強いで、なんとこのデッキ永続トラップモンスターが種族バラバラになってまして、水族、イカズチ族、岩石族、天使族、爬虫類族、昆虫族と、全部バラバラなんですよ。だセンサー万別、1ミリも刺さんないっていう、まあ、メリットがありまして、でこれで、まあ、相手の盤面封鎖していく、または、サモンリミッター、これ、合計2回しか召喚特殊ができないんで、まあ、大体何でもできないと。でさらに、マクロコスモスによって墓地をくれる方を除外されるという状態を作れば、まあ、大体のデッキ勝てんじゃねえかっていう話ですね。でよくわからないカードが発動されたら、まあ、神の宣告、神の警告、神の通告で、まあ、黙らせるという感じになっております。はい。1個言っておきます、高校はプレミです。トラップ行ったんで、高校取ったらサレンダー、デュエルスタンバイ。よし、先行取れた。高校はもう永続開くしかないんだけどさ、この時永続開くって言ったってサモンリミッターとか意味ないじゃないですか、高校だと。まあ、正直やっぱね、罠モンスターってもう先行系でしかないよね。地雷雲の餌食はまあエクストラモンスターゾーンの前に置いた方がいいという話はあるので、いやこれ相手の癖とかにもよるんだよね。地雷雲の餌食ってこの自分の正面にしか出せないんで、ちょっとどうなるか分かりません。これ裏打たれてもいいや、別に。あーオッケー、了解。はい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 、了解しました。いいでしょう。まあ、裏ラクラウドのドロスソースくらいしかないんでね、この時ね。はい。まあさすがにサモンリミッターあるから、なんだかんだこれ、レッドリブートとハーピーの羽暴きとライトニングストームは一応紙の宣告で、まあ、なんとはできるんで、まあ、サイマレットマイニング、なるほど、残機か。ニビルニビル刺さんねえからな、このデッキニビル踏むこと一生ねえわ多分。残機はサモンリミッターでなんとかなりそうな気がしますね。はい。まあ、なんとかならないデッキあんまないんだけど、これはですね、分からせることができる可能性が高いですね、非常に。ちょ、エクストラモンスターゾーンの前にモンスター出してくれて嬉しいな。これさ、サーキラーのこれちょっと左、何、一個左側に出してくれて嬉しいね。そうするとサモンリミッターからの地雷雲の餌食とかいう最強のムーブできるんだけど、これ相手によるんですよね。そこかー、お前地雷雲回避してんじゃねえぞ、俺の設置した地雷を回避してやがるぞあいつ。ちょっと超会場とか方程式とか持ってこられるのめんどくさいんで、無効にしましょう。サモンリミッターを開いて、永続トラップカードがある状態で、電信アポピス君が特殊召喚に成功すると、フィールドの、カードの効果を無効にするという効果が、適用されますので、これを、守備表示出し、そしてフィールドのカードを無効、さあ君の効果は無効になり、そしてサモンリミッターによってもう相手は展開ができない。
勝ったかまだ早いか。このデッキ相手のターンにさ展開するデッキだからさ、サボリミットはまあまあ相性いいんですよね。よー、最強カード来たわ。この積んだじゃねえか相手これ積んだんじゃねえか、これ相手積んだな、これ。うん、シグマの方がいいかな。シグマ除外されるもんね、これ。シグマ殺して、はい、で地雷雲の餌食出して、地雷雲の餌食、あ、これ地雷雲引いた時のためにあれだな、これデーシンアポピスあれだわ、どっか違うところにこれレクサモサゾンに出しちゃった、間違えちゃった。ジュラクモの餌食2100打点っていう超高打点がある代わりにですね、デメリット効果が一応ありまして、正面のモンスターゾーンにしか出せないっていう縛りがあるんですよね。ちょっとそこだけがね、問題というか、まあ、弱点でありますね。でもセンサー盤面とサモンリミッター抜けないだろ、相手相手これ大体積んでるだろ、これ。永続罠20枚ぐらい入ってるからね、これ。このデッキ。あ、さあ一応耐久しようとしなんか頑張ってるぞ。うわー、来ちゃった、やべえ、ミスったー。これ出せねえ、やべえ、出せねえんだったらこれあれだな、センサー判別置く場所間違えたわ。じゃあこれやべえ、こっちでいいか。誰あ、やばい、ちょっと待って、これやばいな、これ抜けないぞ。しかもドットスケープ破壊したら戻ってくるじゃん、これやばいこと起きた。ちょっと待って、置く場所間違えすぎてる、やばい、ランク5もできないじゃんこれ。待てやばい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 、ちょっと待って、置く場所間違えたって、これ置く場所だけめっちゃむずいな、このデッキ。おい、やべえぞ、相手なんかドットスケーパーで耐久しようとしてきてるぞ、マジ非常にやばい。うわぁ、あずれん。うわ、一応、まあ、リンク、で、あぁ、きついな。ちょっと待って、マジでやばい。これ、どうやってドットスケーパー突破しよう。エクシーズか、なんかするしかないと思うんだけど、あ、シグマ出てきた。エクシーズかなんかするしかないと思うんだけど、ちょっとあの、2100横が抜けないと。嘘だろみたいな話なんですけど、2100横抜けねえ問題今発生しました。今すごい困ってます。もう一体罠モンスター来ねえとマジで詰むな、これ。まあ、一応ドラ出して破壊してはできるんだけど、それ戻ってくるんだよね、あれ。ドラ出して破壊すると2100守備戻ってきて、なんか全く同じこと起きるから。うわ、超解除来た、やべえ、なんか相手のターンで超解除から展開しようとしてるダランベルシアンで。いや、まあ分からせるか、じゃあ。まあこの日だけは相手何もできないからな。やってることルーンとあんま変わんねえけどな。これ開いてるカードキモすぎてルーンとやってることあんま変わんねえと、いう話あります、これ。さあ、これそろそろサレンダーされるんじゃねえか、さすがに。いや、でも相手2100の守備なんとかなると思ってるか。いや、結構鬱陶しいな、それ。うわー、あ、神の通告、あ、神の通告あるな、これ。アズルーン、これ次のターンドナーで戻ってくる効果通告じゃねえかな。やべえ、奇跡的なドットスケーパーの処理方法を引いたかもしれんわ。守備2100抜けない問題はあるんですけど、次のターンでドナー出して、でドナーで破壊して、で戻ってくるんですよね、あのドットスケーパーって。で戻ってくるって言った効果に神通って言えば、一応2100の壁用意できないと。でも2100の壁多分入っての1枚なんで、デッキの中に。おそらくなんとかなる。多分ね。ドロー。あ、謙虚。いいだろう。まあ、バトルフェーズ入りますと。で、まず横のあの壁殴ります。この肉壁殴って。あ、プレー高え、打点高え。いや、でもこれ強いっしょ。でも強いっしょ。これ地雷雲2100打点あるから。そうっすね。まあ、ドラですね。ドナパイセン出さないといけないから。で、しかも地雷雲をどかさないといけないのか。地雷雲昆虫族だから自分もセンサー場面で刺さるんで、これですね。こうして、で、ドナ特殊召喚して、オッケー、これ1回目ね。1回目の特殊召喚。で、ドナ効果、フィールドの、
冬型モンスターと相手のモンスターをぶち壊して、で戻ってくるっていう、あいつが一丁前に僕戻ってきます、はい黙れとドットスケーパーに過密打った人類俺しかいねえんじゃねえか、わかんねえけど、いやそこみたいな、打つとこ絶対そこじゃないでしょみたいな、俺多分これドットスケーパーに過密を初めて打った人間としてこれ認識される可能性がある、遊戯王マスターデュエルにやばいことが起きてるね劇的にやべえことが起きてると、もう無理やって諦めろよ、お前のデッキ2回以上特殊召喚しない、2回じゃない3回以上特殊召喚しないともう何もできないだろ、これまだやんの遊戯王、あやった、危ない、畳んでくれた、あーまあ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 やれるな、これまあまあやれるぞ、サモリミマクロはさすがに相手サレンダーじゃねえか、わかんねえけど、まあ、マクロは広く刺さりますからね基本的に、まあ、ドラリンやらラクインやらいろんなか、まあ、ラクインは結構マクロをぶち込んでも意外となんかルベリオンから融合してなんて耐えてくるみたいな話だけど、ちょっとサモリミッターとマクロという重ね引きは多分強いんじゃないかというふうに思ってまして、まあ、先行取れればね、ピュアリーリリー、なるほど、うわそこセンサー欲しかったな、あまりにもセンサー万別が欲しい人生ではあった、ピュアリーマイフレンズ、いやこれサモリミッターもう一回特殊をするよね多分ね、もう一回特殊召喚は多分さすがに多分してくるだろうから、まあ、マクロコスモスも結構効くし相手ね、もう実質ピュアリーリリーの変身効果使えないと言っても過言ではない、でもマイフレンドはさすがに無効にした方がいいね、マイフレンドは多分さすがに無効にした方がいい、でまあ、クモンヨウどうぞ、さあこの最強の電信クモンヨウ、これによって相手のカードを破壊しながら無効にするってね、あまりにも最強の動きができますので、クモンヨウの土蔵が特殊召喚され、そして電信アポピスが出てくる、でこいつが出てきた時に永続トラップカードが他にあると、相手のカードを無効に切るという効果がありますので、これでピュアリーマイフレンドは無効、よしで、クモンヨウの土蔵の効果によって相手の、マイフレンドを破壊でいいか、マイフレンドを破壊、まあ、あると6なことないかなこれな、よし破壊できる、あやべマクロ、まあマクロまだいいか、マイフレンドは別に大丈夫かな、ピュアリースリーピーメモリーマクロコスモスどうする、それ墓地に行かないぜ、スリーピー墓地に行かなくても大丈夫か、一応マイフレンドも墓地行かないようにしといた方がよかったかなと思うけどね、あーなるほどいいでしょう、で、スリーピーメモリーから、はい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 、いいでしょう。ゴーストリックリフォームから、ピュアリー出てくる、で、まあ、回収する、まあ、それもいいか。いや、これ多分変身効果使ってくんじゃねえかな。まあ、いつ以来でもあんま変わんねえけど、まあ、ここで腹開いてもいいけどな。まあ、一応待ちます。まんま待つ意味もねえか。はい。で、ピュアリーハッピーメモリー、OK?ハッピーメモリー了解で、ピュアリー、そうだよね。まあ、使ってくるよね。まあ、ちょっと、まあ、まあ、ちょ正直、先に開いときゃよかったみたいな話だけど。まあ、いいや。で、サモンリミッターで変身ができない。エクシーズもできない。100の、壁。よし。このサモンリミッターは強いはずだ。よしお、いいカードを引いたな。非常にいいカードを引いたぞ。とりあえずアズルーンを特殊召喚するか、アズルーンを特殊召喚、そしてアズルーンが特殊召喚に成功したのでクモンヨウの土蔵の効果を発動、クモンヨウの土蔵によって相手のこれ白ピを除外、破壊して除外つえで攻撃表示、まあ、バトルフェーズいきますか、分からせよ、マクロコスモスで全てのカードは除外されるようになっている今な、つまりお前のピュアリーは今から全て除外して誰も誰一人いなくなるってことよ、獣だから、これ地雷雲の餌食マジでむずいんだよな、相手がどこに出してくるかの心理戦発生するんですよね、なの他のゲームではなかなかありえない、そのこいつが一体どこにモンスター出してくるか選手権みたいなの始まるんですよ、はあ、なるほどいいでしょう、割とマクロが強いので、まあ、これはまあ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 いいだろう、白ピュアと一体だよな、
あと白ピア1体。はい、オッケーです。いやこれあい、これ壊したらいいんじゃねえの、もうなんか壊したらいけそう気するけど、これあなんか破壊耐性あるやつあったっけ。多分さ、もうこれ一応地雷雲、これ破壊できたら勝ちなんだよ。地雷雲の餌食効果発動で、クモン用の土蔵が、爆誕するという話ありまして、こうするとなんかあれ破壊耐性のやつ持ってきてたっけ。やべ全然覚えてねえ。ハッピーバー、やべあった全然見てなかった。やべ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 、あー破壊耐性付与されちゃう。やるやん。まあ、趣味だな。で、まあ、一応クモン用の土蔵の効果発動するが、ピュアリーが爆破される。一番やばいのアーゼウスなんだけど、まあ、アーゼウスはなんとかな、もうこのターンは出ないからサモリミッターがあるから大丈夫だと思うんだけどな。マイフレンド、はい、やべ、もうなんもないっす。ハッピー、プリティプリティ、あやべ、これ待って、これ俺サモリミッターもしかしてこれ吸収される、やばいかこれあれあれ、なんかやばいこと起きたの。俺ちょっと待って、なんかさ吸収するみたいなやつどれやっけ。速攻魔法、これはフィールドの、あれフィールド魔法ドラップか、あ、まあ、バウンスね、あバウンスか、まあ、バウンスはいいわ、バウンスはいい。バトル、やべえ、死ぬ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 、全トップボスは死ぬ、やばい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 、待って、ちょっと待って、で打点が半分になって、やばい、全部勝利したらまずいぞ、クモン用ビートになってしまう、まずい、ぐぬぬ、これはやってしまったかもしれない、完全にやらかしたかもしれない。これはああ、クモン用なんだ、それ謎のクモン用、それサモンリミッターとかじゃないんだ。あれ魔法トラップカードと何でも戻せんだよね、これね。魔法トラップカード1枚持ち主に戻すことができる。あ、これサモンリミッターじゃないんだ。え、あやべ、強え。え、これもう1枚あのハッピーメモやめてね。やべえ、アズレーンの隠された効果、破壊されたモンスターを破壊する効果により相手のエクシーズモンスターが全部除外されました。で、マイクレントの効果で回収する速攻魔法がマクロコスモスによってないので、なんか耐えてます。奇跡が起きました。やばい。奇跡を目の当たりにしている。謎に、謎に勝てそう。ワトルフェイズ。アズレーンの隠された効果によって勝利できたぞ、相手を。強い。ちょっと強え、アズルン強え、センダテンビートになってるけど今ワンキルされる可能性ある、大丈夫。いやでもさすがにあれか、クモン用メタルリフレクトあるからいけるかな。マイフレンド爆破しとく説あるけどね、結構ね。いやでもまああれか、もういねえのか、ピュアリー、ピュアリーいねえわ、大丈夫だ、ピュアリーいねえもん、もう相手だって戦死するのみたいな話ある。よし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 、まあ、全ピュアリーが死んでるんで、これメタルリフレクトスライムじゃないですか。で、メタルリフレクト効果チェーンクモンよ、どうぞですね。で、相手の、前ぶっ壊して殴れば。よし。最強、危ない。アズーンめっちゃ強い。うわぁ、先行欲しかった。めちゃくちゃ強いのに先行あったら。マクロサモンリミッター、メタルリフレクト神戦アポピスっていうなんか最強の動きできたのにな。くっそ、パライドス、やべ。まあでも、言うてそんなか。アライズ、あ、でもアライズの3素材がきついか。3素材アライズ鬼きついって話あるの、これ。うわ、きつ。アライズをなんとか処理しないといけないんだけど、アライズこれ処理できんくね？アポピスで無効にするくらいしかないか。やべ、これ、後から開くと、まあでもそういうデッキだからしょうがないか。ここは割と、まあ、まあまあ捨ててるみたいな話なんですけど、さすがに何の手がないやつもないんでね。ちょっと一応見ます。やべ、ペンデラムスケール封鎖されたのもまあまあきちいな。普通に魔法トラップデッキなんだ。
よな俺のデッキ。クシャトリだシャングリだシャングリだな。二大竜王か、竜王来るか、竜王。あっバースオッケー、いいだろう。いやーこれ魔法トラップゾーン1枠封鎖されてんのもきついし、プレゼント交換、あやばい、ちょっとプレゼント交換もやばくないちょっと待ってえあれプレゼント交換やばいな。なんか自分のカードとともにもろとも相手のカード裏側表示除外されて、これあれだぞ、シャングリラ君これ起動すんな、これシャングリラ君これだいぶ起動してくるな、これな、あばばばばばばば、なんか魔法トラップゾーンがやべえ、参戦の号参戦の際ヒヤしてきてる、拮抗勝負参戦の号参戦の際ヒヤしてきてる相手やべえ。確かにでも魔法トラップカード使えなかったら意外とクシャトリはまくれないからな。まずいまずいまずい、2枠で戦えてるとこれ、え無理じゃない、2枠でこのデッキどう戦うのこれ。ちょっと相手の参戦のケアうますぎて、あネクロバレー全然意味ねえ、びっくりした。クシャトリアに何も伝わらない、光の封鎖スキンやばい。あやばい、マクリフだ急用したらしい、やばい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 。参戦の際拮抗勝負名誉結界派ケアしてんのかもしんないけど、俺のデッキにはやめろ、その技は俺に効く、いや効きすぎるぜ、勝てるわけなくて草、やることなさすぎる逆に。